適当に雨降ればまあいいかなって。あんまり調子が良くないんでもうとても叶いません。夏弱いんです、力抜いて頑張ります。精一杯頑張ります。喜ぶのは俺だけかなと思ったりして107です。5年後優勝してますので。今度ね。私は3年後です。100点切るの目標です。これラーメンの気分でホットなハーフゴルフをしてます。なんとか100切りたいんだけど。100切ること。97台目標にやろう。なるべく4を出さない。目標180。110は切りたい。今日の目標は105点で。100切れないこと困ってます。今日また100、優勝するにはね、90代110を切ることです。インタビューするほどでもありません。糸井の森会員募集中。会員になるとお得な特典が盛りだくさん。入会日から1年間有効です。私の運動にはなんとかなってますけど。歯で活かせそうですかね。ダメですね。まあそれなりには頑張ってるんですけど。どうですか？昨日があまり良すぎた。ひどいです。仕入れで50切らなかったのがね、これが致命傷です。また聞かないでください。社長。3年後ぐらいには優勝できるから。いや長いな。全然ダメです。ダメです。1から回って、4なし、2なしの大三角をここから攻めていきますね。構えます。相変わらず悪いですね。全然ダメだ。今日楽しくやってますから。とっても楽しいね。わけあいあいとね。オーナーじゃないですか。初めてのオーナーなんです。まあまあだけどちょっと足りないですね。足りない。足りない。もうちょっと頑張らないとダメだね。今日 OB です。あ、またビリケツになろう。この点数だと。まあまあです。これがやっぱり今日はちょっと105の道が遠くなりましたわ。まあ今で27で回ってであと ABCD ちょっと気合い入れて頑張ります。ああ、ダメですわ。相変わらず。目標の100は？100はなんとかすれば切れるかもしれない。ああ、そう。いや、それなりだ。はい、疲れてきました。お疲れ様です。本当に疲れてきました。お疲れ様です。あ、ダメ。うん、球掴んじゃった。ミスしちゃった。癖でかい。オッケー出そうと思って。もうダメ。栄えある女子の優勝。村内優子さん、200人なんでマイナス6、96。はい、ということでございます。村内優子さんは初優勝、この文字をお書きをお願いいたします。初優勝ということで、女子からいきます。工藤美久さん97段、男子のベストゴール賞。はい、宮尾正信さん88段、女子からいきます。はい、工藤美久さんと出していきます。宮尾さんと京子さん29ポイントで並んでるんですが、これはもう大人の事情ですね。今日はティーショットが良かったです。昨日練習したのが、今日も引き続きいいショットができました。はい。パターが良かったです今日。結構、遠いとこからもね、結構あれしてボールよく見てで、まあ昨日の練習の時はちょっとねあれだったんですけど、練習より今日はうまく、セットできたから自分なりに、遠いとこも入れられたからそれが良かったと思います。